クロードゲークロードゲーはフランスの植物学者である。主にチリで働いた。南米の民族学的に価値のある絵画を残したことでも知られる。バール県のドラギニャンの農家に生まれた。パリに出て医学と薬学を学び、サンデニ病院で薬剤師になるが、博物学に展示ギリシャや小アジアで最終旅行を行った。1828年に、 チリのサンチャ語で教師の職を得て、地理に渡り、1930年にチリの政府の科学調査の仕事を担うことになった。1831年からチリ国立自然史博物館の職員となった。1832年にパリに戻り、研究に必要な装備を調達した。1834年にチリに戻り、4年間にわたり、地理各地を調査した。 1939年にイストリア・フィシカ・ワイポリティカで地理を執筆した。1841年に地理の国籍が与えられた。地理国立自然史博物館の年報など著作は地理政府から出版された。1856年にフランスに帰国し、科学アカデミーの会員に選ばれた。1956年からロシア領域を調査し、 1858年にアメリカ合衆国の鉱山技術の調査に派遣された。1863年にチリを最後の訪れた。チリの植物学会の会士の名、ガヤナは芸を記念して名付けられた。ウィルソン、ジェームズ・グラント、ジョン・フィスケ、アップルトン、S、サイクロープディア・オブ・アメリカン・バイオグラフィー、ニューヨーク、 ディアップルトン、http イヤー70万501、アス、アーカイブ、org、12、アイテムズ、アップルトンサイクラープレーニウイルス、アップルトンサイクラープレーニウイルス、p d f 二千十三年七月八日閲覧。ゲイ、クラウディオ、イストリアフィシカ、ワイポリティカで、チリセグンドークメントスアドクワイリードウス ENS だ。 リパブリカ・ドゥランテ・ドース・アノス・デレ・レザ・デ・ア・イア・エヌ・エ・デ・ワイ、プブリック・ダ・バホロース・オス・ピチオ・ス・デル・シュプレモ・コビア、ナンバー・バイオ・デバーシティ・ヘリテッチ・リルブルリー、http://www.biodiver-sity-l-i-b-r-a-r-y.org コロンススララッッシシュュドットスラッシュ・ビブリオグラフィースラッシュ一六一七二サムマリーハット、ダヤナ・ボタニカ、ホームページ、 ニーベルシダットで完成ピッシンチリ2013年7月8日閲覧ゲイは植物の学名で命名者を示す場合にクロードゲイを示すのに使われるありがとうございます